マッチ棒パズル、正しい等式を作るのどれか全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は1+5=6 となり正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は4+5=9となり正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は10-1=9となり正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は6-4=0となり正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は11=6+5となり正しい式になりました。第6問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は45+37=82となり正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。